お疲れ様。では、君たちのアイドルランク報告だ。お疲れ様でした。次の仕事はどんなのですか？ ちょっと楽しみですね。 ブタタは本当に賢いんだから、自分の家すぐそこだしね。うん、黒いプロのすぐ近くに住んでるよ。動物たちと一緒にね。 オフの日は大抵家から脱走した動物を探すのに1日使っちゃうから。そうでもないぞ。それにもし逃げられても努力して絶対に探し出すもん。でも今日はナムコプロがブタタを見つけてくれたからすることがなくなったよ。暇だから 餌の買い出しにでも行こうかな。
ナムコプロのせいで暇になったんだから責任を取れ。いいから来て、こっちこっち、遅いぞ。まあね、これでたくさんの動物を飼う自分の苦労がナムコプロにも分かったんじゃない？